白酒は中国発祥の上流酒。宋代に南方より伝わった上流酒を基礎として成立した。香料、トウモロコシ、ジャガイモ、サツマイモなど穀物を原料とするが、状況に応じて、主原料から香料酒とも、製法から焼酒とも称される。魔王大種、粉酒などが該当する。白酒の白は無色透明の意味であると言われる。 これに対して、醸造したままで蒸留していない褐色の酒を、講師という。方言では、中国東北部、山東省、四川省などで、パイカルともいい、洋州ではカラともいい、生徒ではカラ酒ともいう。白酒は、穀物や酒かすを原料とし、その発酵液を蒸留したもので、一般にアルコール度数が高い。50度以上のものが多く、 60度や65度というものも少なくない。20世紀の白酒のアルコール度数は50度以上であったが、思考の変化や海上輸送上の制限などから、1990年代から白酒のアルコール濃度を下げたものが広がってきて、今では程度酒と呼ばれる38度の白酒が主流となっている。50度以上であった高度酒も、現在は45度のものが出ている。 白酒は香り高いと表現されることが多く、通常種類の香り成分を含んでいる。香りの元は、酢酸エチル、カプロン酸、エチル、乳酸エチルなどを主体とするエステルである。含有量は少ないが白酒独特の香りを発するエステルとして、ラクサ酸エチル、酢酸イソアミル、キッソー酸エチルなどがある。エステル以外に香りと味の重要な要素として、 エステルと分子構造の近いカルボン酸を含み、主なものは、酢酸、酪酸、カプロン酸、乳酸である。2004年の中国大陸での生産量は311.68万キロリットルであった。他に、台湾などでも生産が行われている。中国での遠赤で何度も行う乾杯には、基本的に白酒を使う。乾杯用には、小さいグラスを用いる。 飲んだ後で相手に向けて、酒を傾け底を見せたり、逆さにして飲み干したことを示す習慣がある。最近の北京や上海などの大都市では、乾杯に白酒を用いなくなってきている。白酒の製法は産地によって異なる。原料とする穀物に何を用いるかと、麹を何からどう作るかなどによる。典型的な製法は以下の通り。 まず麹を作る。大麦や小麦、遠道などを砕いたものに水を入れて混ぜ、レンガの形に整え暖かい部屋に放置して、クモのスカビや酵母、乳酸菌などを繁殖させ、と呼ばれる餅麹を作る。蒸した麹ンに、を混ぜ、地面に掘った、発酵穴ぐらと呼ばれる穴の中に入れて土をかぶせ、土の中で発酵させる。のような餅麹は、日本酒の製造に用いる麹カビが、 純粋培養された酸考時と異なり、糖化日だけでなくアルコール発酵を行う微生物も含んでいる。また、発酵穴蔵には、酵母などの有益な微生物が多数繁殖しているは、新調される。したがって、このままの個体の状態のままでアルコールを含んだ、もろみとなる。数週間後に仕込んだ材料を掘り出し、これと同時に、材料の香料も同じ古式で蒸される。 蒸留し終えた原料に再び、お混ぜ、仕込みを数回繰り返す。蒸留によって集められた液体は、瓶に入れられて、長期間熟成される。こうして作られた白酒は、アルコール度数が50%以上あって、強いこと等が、特徴的である。なお、蒸留後のカスは、豚の飼料となり、豚の糞尿は、原料の穀物を育てる肥料となる。このような循環は、 小泉武雄によって指摘されたことから、個体発酵における小泉の循環説と呼ばれ、個体発酵という発酵法の根拠の説明として知られている。白酒は産地によって特別な名前が付けられている。有名な白酒を挙げる。中国では、白酒独特の香りの高い酒が好まれており、香りと味の種類によって、高型という分類がなされる。 農耕型五両駅、県南春、路出路穴倉徳工事酒、全境大工事、洋川大工事、古い三つ具種、甲府菓子秘臭工型魔王大酒、老子清華型粉姉妹工型慶林三下酒県、工型当酒、白雲編、白砂駅福井区工型酒機種、大鳥香織型西大鳥酒八大名酒の例を挙げる。 大手工場の品は97.1%が合格したが、中小工場の品は71.2%しか合格しなかった。不合格の理由は、アルコール度数の不足、独特の香りの下でもあるカプロン酸エチルやソウ酸の型、ラベルの不備などが多かったという。2012年11月19日、21世紀もは、湖南省小生徒茶族名王族自治州基地主史の名手。 手記種には、基準値を上回る二ルサンジブチルが混入していると、報道した。焼け酒という言葉は、当代の投資に出現するが、本蔵項目によれば、中国の上流種作りは、現代から始まったとされており、投資の読まれた四川省に当時上流種が存在したか、疑問がある、という議論がある。例えば、篠田三は、投資の焼け酒とは、寒酒のことと解釈した。しかし、 南宋の夢両録には水晶紅白晶酒という蒸留酒らしき酒が登場するなど、東南アジア経由で蒸留酒の技術が中国に入っていた可能性もあると言われ、結論は出ていない。今日では白酒と焼酒はどちらも蒸留酒の一般名称として使われている。石毛直道、世界の食べ物 ISBN978 から、 4から06から29万2171から8。P251、理久支編。現代看護方言大視点。P1011、チャンス教育出版社。2002年 AB 鈴木、秋春。小工種工条件学期。日本上作り協会雑誌76。396から402。土井、10.6013。 ジャブルーソシュジャパン1915.76396北村豊、名手指揮者を襲った過疎材混入事件2012年12月7日日経ビジネスオンライン玉村と洋編小中東周り西周り木の国や書店百九十九年 i s b n 十八億百三十八万七十一 p 百十六から百十八花井史郎 オードに生まれた酒中国酒、その技術と歴史東方書店、1992年、ISBN4 から497923576、小泉武雄、酒に謎あり、日経ビジネス人文庫、ISBN4 から532192552。ありがとうございます。